東京、立川市の住宅で、この家に住む6歳の女性と見られる遺体が見つかり、警長は30歳の息子が女性を殺害したとし、殺人の疑いで逮捕しました。警視庁よりますと、7日午後4時過ぎ、立川市、佐喜町の住宅で、異臭がする、この銃を訪ねてきた裁判所の職員から、10番、砲があり、警察官が駆けつけた、頃、去っていたということです。警視庁、佐賀を進めた結果、大久保さんの息子で、上川県平塚市に住む自動車関連会社の役員、大久保里姉妹容疑者、30が、今年10月から先月までの間に女性の胸、包丁で刺して殺害したとして、8日、頃の疑いで逮捕したということです。紅氏、容疑を認めた上で、伊豆。